じる水上地の感情のパルス自画像は色褪せ新たな花を飾っても誰かの夢の続き残して夜が朝に変わるのインサイダー昨日と違う世界の青が映ってる気がした深刻目が覚めるカラーマリス、アンリミテッド。ほら、手をつないでいこのことばっかり考えてたよ。おとなしく返すと思った？汚れた日本を再生するため、これより X デイへのカウントダウンを開始します。我々の目的はただ一つ。この新宿区を再生の足がかりとし、汚染を浄化していくことにあります。恐れを抱いた者はこの地を去ってください。我々は引き止めはしません。ですがどこにいたとしても、我々の裁きは下ります。例外はありません。我々は世界の断りを再生させる。弱者が虐げられるだけの世の中を変えるのです。
最初の時点から狂っていたのか。もう見過ごすわけにはいかない。来ましたか。一つ調査をお願いします。対象はこの写真に載っている面警戒すべきはこの3名ですが、あなたが進言してくるとは珍しい。気にかかっているのは他の2人ですか。1人は警察の駒としても、もう1人は。わかりました。念のためにデータを渡しておきましょう。ですが目的を見誤らないよう。彼も厄介な人物ですが、あなたが気になっているのはこちらですね。
もちろん彼からも情報は得ています。現状では笹塚健の能力が抜きんでて厄介だというくらいですが、彼は潜入期間が長い、別の目で見てみる必要があるでしょう。彼の能力を疑っているわけではありません。ただ今の彼は白石景行になりきっている。あなたにもわかるでしょう。時に本来の自分さえも欺かなければスパイとして溶け込めないと。ですから外部からの目が必要なのです。これまでも最低限の指示で彼は我々に多大な益をもたらすべく動いてくれました。その功はあなたも知るところでしょう。心配する必要はありません。それよりも重要なのは最後の一人です。我々にとって吉と出るか凶と出るか。彼女はゼロが我々の理解者になりうると目をつけている新人警察官です。ゼロが興味を示している彼らが我々の計画に支障をきたしかねない面倒な存在であることは事実です。すでに手は打ってありますが、あなたは別のアプローチで彼らと接触し情報収集に努めてください。御心のままに。ただし深追いは禁物です。まだゼロの疑心を刺激するわけにはいきませんから。彼の目を通じて見極めさせてもらいますよ、ゼロ。あなたが理解者と称する星野一花がどんな人間なのか。共有事項はこれくらいか。他になければあとはここで。基本的には各自これまで通り担当していた月の事件を追ってくれ。白石には俺から伝えておく。多忙で顔を出せないらしいからな。了解。へい、ひとまず現状維持ってことですかね。7日と8日の事件については内部で集められる情報があれば回してくれ。ただし無理のない範囲でいい。さて、
今日はこんなところか。おっしゃ、報告会終わりっと。そんじゃ飯にしようぜ。ニラが特売で安かったからさ、これで味気ないインスタントラーメンが特製ラーメンに早変わりだぜ。大した進展もねえってのに、ニートは気楽でいいな。ニート言うな！つーか、ここで慌てたところでどうにかなるもんでもねえだろ。バカ猫、ニートを見習えよ。あいつほど能天気になれとは言わねえけど、葬式みたいな顔して何か変わるわけ？ああ、また何かあったら連絡する。あまり考え込まないようにな。おい、今の音。お、なんだよ、こんな時間に誰か来たのか。ミネオ、お前が出ろ。油断すんなよ。自分が動きたくないからって命令すんな。ったく、しゃあねえな。はいはい、今出ますよっと。じゃあ
まだ心の準備ができてないんですけど。そんなの必要ないでしょ。今俺に言ったことそのまま言えばいいんだから。またお前かよ、岡崎。用もないのに来るなってあれほど。誤解だよ、峰雄くん。今日はちゃんとノックしたでしょ。用があるから来たの。いや、ノックしただけでドヤ顔すんなよ。どうせ得体の知れない食い物の試食会やろうとかそんなとこだろ。違うってば。ほら、君からも言って。なあ、こんばんは。この人は橘千里さん。なんかずっとドアの前にいてさ。怪しいから声かけたら、柳さんたちに相談したいことがあるんだって。相談？いや、探偵事務所ってなんか入りにくいし、営業時間外だったらどうしようって。だからちょっと様子見ようと思ってたら、不審者に間違われちゃってさ。あ、俺怪しいもんじゃないから。善良な一般人だからね。うさんくせえな。おい、タケル、俺もそう思うけど、そういうのは思ってても口に出すなよ。なんかチラッと聞こえたんだけど、あんたたちってアドニス調べてんの？守秘義務があるからな。そういった質問には答えられない。そう？じゃあ答えなくてもいいけど、もし調べてるんならちょうどいいかも。実は俺が相談したいって内容もアドニス絡みだからね。まあ遠からずなのかな。どこ行っても引き受けてくれなくて困ってたら、ここの表札が目に入ってさ。で、藁にもすがる思いで来たってわけだから、話だけでも聞いてくれない？悪いが、今は別の依頼で手一杯だ。他を当たってくれ。ちょ、そんな一刀両断しないでよ。俺超困ってんの。ここで会えたのも運命だと思って。ね、ほら、この通り。
金なら、いや俺金ねえわ。オッケー、いざとなったら体で払うからさ。なになに、そんなに俺のこと見つめちゃって。てか女の子の探偵なんているんだね。ねえ、彼氏いるの？待て待て待て、お前いきなりどういうつもりだ。え、なに、あんたが彼女の彼氏なわけ？それはだな、とてもデリケートな問題というか、そのあれだって。それはないか。あ、この場にいる中で一番なさそう。そりゃどういう意味だおい。てか依頼はどうした。依頼は、いやだってね、探偵さんたちあまり乗り気じゃなさそうだし。ポットでの怪しいやつを信用できるか。つーかチャラい、ノリがうざい。それ偏見だよ。俺は優しい好青年で通ってるのに。それ自分で言っちゃうんだね。岡崎みてえだな。え、峰雄くん、俺のこと優しい好青年だと思ってくれてたの？どんだけポジティブだよ。アドニス絡みというなら警察に相談した方が早い。なぜそうしないんだ？そりゃこっちにも事情があるからだよ。ほらほら、興味出てきたでしょ。興味というかさ、そもそもそれって危険の伴う話？いやいや、全然危険じゃないって。俺が頼みたいのはただの人探し。そう、詳しくはこれから話すけど、どう？ちょっとは前向きに検討してくれる？めんどくせ、話聞くまでテコでも動かねえタイプだぞ。柳先輩、どうします？つまみ出して塩撒いてやりましょうか？アドニスの存在を示唆された以上、無限にはできないだろう。俺としてもあまり気は進まないが、まずは話だけ聞いてみるか。
とりあえず話だけは聞く。ただし受けるとは限らないからな。やった、ここまでじらして結局は聞いてくれるとか、いい人たちだな。よかったね。柳さんたちは真面目だから真剣に聞いてくれると思うよ。岡崎、お前は帰れ。ああ、やっぱりそうなる？だよね、俺部外者だもんね。わざとらしくいじけんな。これやるから寒空の下で震えてろ。あ、ドーナッツだ。寒さはしのげないけど、もらっておくよ。アドニス絡みの相談事と言っていたが、何があったんだ？いや、それがさ、ぶっちゃけ俺の友達がアドニスの人間っぽいんだよね。お前、俺たちをからかってんのか？まさか、俺は大マジだよ。ほら、この目、嘘ついてる目じゃないでしょ。ちゃちゃ入れんな、追い出すぞ。おお、怖っ。そんな睨まないでよ。そう言い切るからには確たる根拠があるということだな。もちろん、そうじゃなきゃ相談になんて来ないって。その友達さ、昔っから武器マニアで怪しいサイトとかいっぱい知ってたし、やばいやつだなと思ってたんだ。まあでも気が合ってたからよくつるんでたんだけど、ある日そいつのメールを見ちゃったんだよね。そのメールにアドニスの関係者だって証拠があったわけか。ビンゴ。ほら、この前7日と8日にまた X デー事件が起きたじゃん。俺がそのメール見たのは12月頭だけど、そこには7日と8日に起きた事件についての情報が書いてあったんだ。被害者の名前も犯行の場所も俺がその時に読んだメールと同じ。これって偶然だと思う？その2件の事件についてはすでに被疑者が逮捕されている。だが今の話が事実なら、その人物も何らかの形で関わっていることになるな。本人にそのメールについて聞いてみたりしなかったのかよ。それがさ、聞いてみようにも5日前から連絡取れなくなっちゃって。ふん、できすぎてんの。現在も消息不明ということか。そう、部屋にも行ってみたけど留守でさ。大家さんと顔見知りだから鍵開けてもらって中も確認したんだけど、特に争った跡とかはなかったし、荷物が整理されてるわけでもなかった。忽然と姿を消してたってわけ。これ
明らかにおかしいだろ。大筋は分かった。で、警察に相談できない事情ってのは？ああ、それね。限りなく怪しいけど、一応友達だしさ。根拠もないのに犯罪者扱いして売るような真似したくないっていうか。まあ、その気持ちは分かるけどよ。それに俺さ、あいつに金貸してるんだよ。あいつが捕まったら返してもらえないじゃん。な、その目、まったく俺のこと信用してないでしょ。じゃあ、論より証拠っていうし、とっておきのこれ見せちゃおっかな。これは？そいつの部屋に残されてた手紙だよ。いかにも意味深だからさ、見てもらおうと思って持ってきたんだ。見るからに穏やかじゃないでしょ？あんたらもそう思わない？